行こうぜ共に、これから世界へよ。沼津の誇り胸に明日抜くだろう。やるぞやるぞおもてなし回って回って駅名さん一緒に回って、はい、手振ってくれた、はい、以上みかんと愛媛のいい予感でした。これ皆さんよかったら昔の選手名鑑とか開いて比べてください。何も変わってない。よいしょ。よいしょ。みんなこっち。はい、中さん。はい、やるぞ。よし、やるぞ。あ、来てる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 。よし、やるぞ。よし、やるぞ。よし、やるぞ。はい。あと何分するの ?9 分、8分ぐらい。詰まってませんめっちゃ。詰まってません。詰まってた、千葉が。シップナンバー。2試合すぐプレーしてて、すごくいいプレーしてるんですけど、ちょっとなんていうの、思ったより疲れが出たり、思ったよりなんかこうっていう時もあると思うんですけど、でもそんなこと心配しなくてもいいと思う。全然できるから、もうどんどんパワーを出していく。このグラウンドの中で一番周がパワーある、それぐらいの力があると思うので、時には冷静に、時にはもう大胆にプレーして。試合の状況を読むこと、相手と味方とかそういうのを見ること、中国もいつも意識してると思うけど、すげえ大事な部分だから、匂いとか空気を感じてプレーするようにいいアップをしたら、いきましょう。はい、行くよ。ここがいいかな。ここで、で、まあ、いつも通りやけど、中国サイドステップ入れて、パス行く。本当になじませながら、5分後には、変に負担かける必要ないから。ただグラウンドが硬いっていうところだけ。Thank you.
Yeah.
Thank you.
まあ、内容的にはちょっとかなり苦しいゲームだけど、まあ、こうやってこれで勝つのと負けるのってまた全然違う。でそれをこう修正して勝ちながらやっていくというのはかなり前向きなことができる。今日は材料としては結構反省する材料がいっぱいあったから、まあ、次につなげるようなゲームだったからポジティブなことしかまた全員で積み上げてやっていきましょう。本当にあの苦しい中、本当勝ち点3持って帰るのは全然違うから、これでかなり前進した。苦しいゲームの中でも 勝ちきるっていうのが大事なことだから、これをまた全員でやっていきましょう。次また、ミカロデマハリ頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すぐまた試合あるんで、もう切り替えます、準備します。いやもちろんそれは キーパーなんで、そんな浮かれられないです。反省しますよ。ナイスゲーム。もうだ、嬉しい、もうあれだ。ナイはい、す中3日ですけど、いやもう勝つしかないですね。次も復帰できたんで、今サッカー楽しいんで頑張ります。はい、ありがとうございます。